皆さんこんにちは、武田塾の高田です。安野です。今回のテーマは絶対に食べて受験おやつトップ5 ちょっとふざけないでくださいよ武田塾チャンネル使って。大真面目なんですよ。本当すか。やっぱりねこの時期受験生だからこそ、はい、おやつで何を食べるかとか、うん、まあ、入試でね、うん、各科目の合間に何を食べるかっていうのは勉強の効率とか、うん、頭がしっかり働くかどうかに大きく影響してくるんです、うんうん、僕自身もあの受験生の時、うん、ポテトチップスのコンソメパンチ味が大好きで、はい、食べてでそのままシスタンとかで単語覚えてたんで、はいはい、あれ知ってます、あの紙とかってなんか油つくとずっとなんかシミが残ってたりとかしてて、はい、汚いな。手を洗ってから参考書触ってくださいよ。あ、なるほど。何食べながら勉強してるんですか。そうそうそう。ってことで今回はみんなに役立つようなね、はい、おやつトップ5発表していきたいと思います、うんうんうん、ぜひお願いします。第5位グミ。果汁グミとかね、うん、コンビニ売ってますから。そう、糖分を比較的ね、うん、この量を調整しながら食べられるっていうところですね。やっぱり一気におにぎりとかだと血糖値上がりすぎちゃうんですけど、グミをねちょっとずつ食べるんだったら、はい、まあ、血糖値を爆上げせずに済むというところもありますし、あとは咀嚼ですね。咀嚼、噛む作業がこう、うん、頭をしっかりと働かせてくれるっていうね。プロ野球選手なんかガム食べながらやってますけど。そうです、メジャーリーガーって、ね、そうなんですよ。やっぱり集中力を高めるには、まあ、この咀嚼がいいというところですね、はい、ガムとかって自習室とかにペッて入っても大丈夫ですか。大丈夫なわけないでしょ。自習室が汚れちゃうんで変な冗談挟まないでください。失礼しました、はい、まあ、おすすめのグミ、まあ、ちょっと話外れちゃうんですけど、はい、まあ、最近トレンドのこちら、はい、地球グミ。地球グミ、あ、 YouTuber とかが、そうそうそう、はい、混ぜたりなんかねやってるやつです、ね、これねなかなか入手困難なんですけど、はい、まあ、これとかね結構大きくて、まあ、1つ食べるとちょうどよくね咀嚼できる。いや、高すぎでしょ。咀嚼といったら、まあ、ハリボーなんかはもう定番ですけどね。ハリボー、はい、うん、海外のやつですね。そうですね。でちなみに山美先生はね、はい、こちらタフグミが好きでね、これねいろんな新味をね、はい、どんどんチャレンジしてるみたいなんですけど、撮影中もね横でむしゃむしゃ食べてたりしますけど。男梅とかどうですか。男梅もいいですね。 あれ硬さもありますし、はい、あとあの酸っぱさがね目を覚ましてくれるんじゃないかなっていう。あと個人的におすすめなのは、はい、ハリボーのねピンキー&リリーっていうね、あのピンクとパープルのねポップなカラーでこう袋型のグミなんですよね。裏側にマシュマロがついてて美味しいんですけど。いや誰か止めて、グミ好きなんでちょっと飾りすぎちゃうんで。あ、まあ、このクレグミも美味しいですよね。クレグミも美味しいけど続けないでください。もうちょっと一旦ね区切って、はい、まあ、今回グミもまあいいんですよと、はい、まあ、量を調整できるんですね。ただね、まあ、我々みたいにグミが好きすぎると一袋開けるとね食べきっちゃうんですよ。そうすると結局血糖値は爆上がりしちゃうんで、うん、これはしっかり調整できる人はグミをおすすめですということですね。なるほど、わかりました。5位ですね、はい、1位バリに喋ってましたけど、じゃあ4位お願いします。第4位、はい、コンビニのカフェラテ。お菓子じゃなく飲み物ですか、うん、そうですね。ちょっと今回おやつ枠にこれ入れさせてもらったんですけど、はいはい、缶コーヒーの子がいるんですけど、はいはい、缶コーヒーはダメ。微糖とかって書いてあっても、うん、結局結構ね砂糖入っちゃってるんですね。あ、なるほど。だからやっぱり血糖値が急激に上がっちゃうと、これはやっぱり避けたいところなんですね。眠くなっちゃうんですね。そうなんですね、うん、やっぱりおすすめはセブンイレブンのカフェラテ、はい、ミルクのね自然な甘みで空腹感を紛らわしながら、あとはカフェインで目も覚ませると一石二鳥。ファミリーマートとかローソンじゃダメなんですか。これでも OK です。あ、なるほどなるほど。美味しい、まあ、でも一番自然にね、うん、甘みを感じられるのがやっぱ成分がおすすめかなと個人的にはね。北海道の子だとね、うん、セイコーマートとかでもね、うん、あのカフェラテ飲んでたり。もうそのコンビニ深掘りやめて。そういう企画じゃないです。あ、じゃないですか。はい、なんで、まあ、どこでもいいですよと、まあ、自分のお気に入りのカフェラテをね飲みましょう。あ、ぜひお願いします。第3位は小魚アーモンド。渋めの。そう、こちらですね、はい、知らない子もいると思うんですけど、はい、まあ、このね小魚とアーモンドはね、はい、一つ一つの小袋に入ったようなやつがあるんですね。おっさんが食べてそうな。そうそう、お酒をね片手にこう、はい、おつまみとして食べる方も多いと思うんですけど、はい、実はこれ受験生にもおすすめなんです。どんどんモチベ上がんないですけどね。食べたいなみたいなね。そう、食べたいなってならないところもいいんですよ。なぜなら食べ過ぎないから。小魚とアーモンドなんで、はい、血糖値が上がりすぎるってこともまずないですね、うんうん、あとは DHA と EPA、はい、ドコサヘキサエン酸、うん、まあ、ここら辺が頭にいいと言われている成分なんですね。受験生にとってはとっておきということで、まあ、あと小腹も満たせるということで、本校とか秋葉原校のね講師の中でもこれをねおやつにしてたっていうね講師が多いので。あ、じゃあ合格した先生たちも食べてたと。食べてたらしい、ね、特に医学部の講師とかなんか食べてたらしいんですね。本当に体にいいものってことですね。そうそうそう。第2位、はい、ダークチョコレート。渋めのビターな。これもやっぱりあの糖分多めのミルクチョコレートとか甘いのはちょっと違うんですね。あ、ダメなんだ。そう、やっぱカカオのこの含有率は高いやつですね。カカオポリフェノール、
これがね集中力とか記憶力をアップするっていう研究結果があるみたいなんですね、いいですねこれからの時期、うん、甘くないとはいえ適度にね糖分も入ってるので、うん、栄養補給もしながら集中力記憶力高められるということで、おすすめ度がやっぱり高い。有名な銘柄とかだとどんなのがあるんですか、はい、やっぱりこれは明治とか、あ明治ねありますね、ダースとかは違うのか、うん、ダースとかもダーク系ありますね、 あるんだそう、なるほどなるほど、だからまあどこのでもいいんですけど、うん、基本的にこのダーク系のチョコがね、うん、いいかなと思います。栄えある第1位、はい、何でしょう。ラムネ。ラムネ、うん、でこのラムネなんですけど、はい、まあ、主成分がブドウ糖で、はい、大体ね 80% 以上とか 90% 以上のブドウ糖でできているっていうのが、まあ、大半のラムネなんですけど、ブドウ糖が脳にいいんですか。脳のエネルギーってこのブドウ糖なんですね、はい、だからもうブドウ糖っていうのがそのまま売ってるものもありますし、はいはい、あとは味をつけてねラムネとお菓子として発売されているものも多いんですね。やっぱり去年のね受験生とかでもこのラムネを持ってやっぱ試験会場に行ったっていう子本当に多いんですね。この合間とかってラムネをね食べたらそのままそれがすぐエネルギーとして吸収されるので、うん、脳のねもう急回復にもこれとてもいいと。コーヒーで砂糖入ったやつはダメだみたいな話してたじゃないですか、うん、はい、普通の砂糖とブドウ糖はやっぱ全然違うんですね。吸収スピードにやっぱり差があるっていうのと、あとはまあ糖分をやっぱり一気に取りすぎるのはこれラムネであっても良くないと。ラムネもあのなんかこんなやつあるじゃないですか、はいはい、ぐわーそうそうみたいな、高田さん飲みってやつですね丸飲みで何でもね袋を丸ごといっちゃうタイプなんですけど、はいはいはい、これはやっぱりやめてほしいんです。数粒ずつね適切な分量を自分で調整して食べると、うんうんうん、もうこれね普段の勉強でも疲れた時に脳のエネルギーとしてね、はい、摂取できるので、うん、なるほど、いいかもしれないですね。この5つ、うん、みんな食べたら共通テスト、うん、なんてアップしますか。これはですね、はい、言えないです。それはお菓子みたいにね受験は甘くはないんです。なるほど、やっぱりプラスに働かせることはできるかなと思うので、うんうんうん、例えばねよくあるんですけど、はい、お腹が減ったからカップラーメン食べるとか、はい、これは絶対にやめてほしいと、やっぱそこから受験戦略をしっかりと考えていってほしいという私からのメッセージでした。ぜひね皆さん自分に合った受験のおやつパートナーを相棒を見つけてね受験を乗り切ってください、はい、今回は以上です。はいはいはい、今年も冬だけだけどの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです、あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんなこの冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。